今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とりあえず今日は、はい、なんだっけ、 UFC の第2回 UFC、はい、第2回 UFC、はい、市原美濃子対コスプレイシー、これをまず語りたいです。はい、わかりました。はい、はい、あの時って谷川さん、あの時の状況というか雰囲気、うん、で誰が UFC がもうまず爆発しました、うん、で誰が最初にここに行くんだみたいな雰囲気はやっぱあったんですか？ あったし、USC の中で一番面白い大会って第2回大会だね。そうなんだ。本当面白かった。へー、あれでほとんど終わってるな、ここ。USC だ。あ、そう、市原美濃子の表紙あるの？市原美濃子の号がないんですよ。ないんですか？ないんですよ。あれ、いい顔してたよね、表紙。あの表紙はいい、うん、いい顔してた表紙だったんだけど、本当にいい選手だよね、うん、市原美濃子選手ってすごく幻想がある、うん、面白い選手ですよね、うんうん、なぜあれは市原選手が UFC に行くっていう話になったんですか？あれって、なんていうんですかね、本当に市原君自身が自分で決めたんだと思うよ。あれ誰ルートで行ったのかな、パックさんとかないんじゃない、うん、ルートで行ったんじゃない、なんか多分市原君がそのまま自分の意思、なんかそのいわゆる僕も含めた業界人が手引きしたあれじゃないですか、そうなんだ。そう、すっげー。で、あれは平選手と僕見に行ったのかな。平選手行ったら、ね、タムちゃんといなかったっけ。タムちゃんもうちょっと後だね、UFC が。タムちゃんと行ったこともあるんだよね、僕。そうなの。そうだったんだ、うん、それ覚えてない。タムちゃんはね、パトスミとやったのいつだっけ。95年のあの前ぐらいに行ってんだ。僕一緒に行ってるよ。それも初めて聞いた。館長がお金出して行ってる。そうなんだ、多分。へえ。で、その僕あとはね、あれと一緒に行ってるよ。結構格闘家と一緒に行ってる。カンドリさんとも一緒に行ってるし、カンちゃんとも一緒に行ってるし、サクちゃんはあれホイスの復帰戦、レスリングの選手がやったじゃない。はいはいはい、サクちゃんと一緒に行ったら、うん、僕はぶっちゃけその谷川さんとか田沢山さんとかで一緒に行った、うん、第3回 UFC、 あの時行ったんだ。行った、これだ。へえ。あ、木本やったやつ。そうそうそう、木本やったやつ。ここで僕が初めて UFC 行って、これも面白かったね。面白かった。だから谷川さんにその第2回で終わってるって言われると、いやいや、これは終わった。いやいや、これも面白かったね。これは面白かった。これはもうさ、今巌流島ってやってるんですけど、はい、こういう、なんていうかな、はい、格闘技のジャンルがもう理想的だもんね。例えばキース・ハックニーっていうのはテコンドーって考えてあるけど、なんか鷹の爪拳法とかっていうのをやってたんですよね。で、構えがかっこいいしね。それからこのスティーブ・ジェナムっていうのは戸隠流忍法体術とか、そういう警察官とかね、うん、バックボーンが素晴らしいなっていう、あれ、これスティーブ・ジェナムが優勝したんだっけ、警察官。そうあ、これはホイス対、シャムロックを、うん、なんていうの、こうやるっていう、どこでやるかみたいなのが焦点で、ね、だったんだけど、結局両方とも危険しちゃって、怪我とかなったから、ということだったんですね。そうホイスが危険したら、シャムロックがじゃあもう意味ないからって、シャムロックはシャムロックでやめるっていう、そう、怪我してまで上に上がってしょうがないっていうことなんでしょうね。一応ミノフの号が見たいな。そうだね、すみません、今日僕はね、覚えてる限りは、とにかく、あまりにも安西さんの第1回大会の話が面白くて、はい、で、2回目本当に見に行こう。しかもホイスが出てくる、はい、あ、ホイスじゃない、市原君が出てくる、で、しかも1回戦で組まれた、うん、それがね、やっぱり USC っていうか
その頃やってたアートデイビーとか、はい、オリオン・グレイシーが、うん、すごいなと思って、うん、そうですね、天才ですね、天才だなと思って、で、1回戦で、それがあるからっていうことで、まあ、ツアー組んで行ったっていう、はい、で、平ちゃんが行った、石井館長もいたな、あ、館長いたな、うん、なんか、僕が覚えてるのとしては、平ちゃんが、だすごい市原美濃家負けたのを見て、なんか泣いてるっていう平君がね、うん、そう、その写真が普通に使われたのを覚えてる、うん、それがすごい印象的で、僕はね、あの時ね、安西さんと僕とターザンさんだったかな、いてない、ターザンさんいてない、第3回からで、そこで、ね、僕リングサイドでカメラマンのやつなんです、はい、で僕の目の前でチョーク決められて、あの、僕、あの、市原美濃家の決められてる写真、あれ僕の写真です、目の前であれしたから、すごい、興奮したね、そのぐらい面白かったですよ、すごいな、うん、な、でも日本人がもちろん初めて出るわけじゃないですか、うん、はい、だからなんていうのね、でしかもなんかそのプロレスラーとかプロの格闘家じゃなくて、大道塾の空手家っていうところがやっぱすごい良かったですね、うん、まあ空手大柔道っていうか、はい、まあね、あ、格闘空手っていうか、当時はね、今みたいに空道って言ってなかったんですけど、うん、で、柔術っていうか、はい、でちょうどその頃、なんだっけ、プロの格闘技っていうのがまだまだシュートとかパンクラスとかいうのはあったけど、これからまさに出てくるみたいな、はい、あの、僕はさまよる格闘家っていう、うん、ね、格闘技通信やってたんですけど、プロに行きたいような格闘家が、出てる頃だったんで、うん、そういう意味では市原君とか、なんかもう本当、あの、日本の格闘技師の黎明期っていうか、うん、本当、産声を上げる頃だったんで、すごい面白かったですね。うんうん、確かに。なんか、どう、なんていうんですか、実際行って、うん、あの市原美濃が、まあ、大道塾ではトップの当たり前ですけどね、うん、世界チャンピオンになった人だけど、その男がまあ負けるわけじゃないですか、うん、まあ、むっちゃけあんまり何もできないっていう、何もさせてもらえなかった、させてもらえ、そうそうそう、グレイシーのセオリー通りの、うん、殴れたら市原君も絶対強いですね、そう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 、うん、それで何もできないような状況じゃないあれだったらば、そのなんていうか、ルールがあればもちろん市原君も強いと思うよ、はい、うん、だからやっぱその何でもありの中で、すぐに回り潰されて、寝転ばされて、で、なんとか頑張ってたんだけど、市原君も道具着てたし、で、首カットし決められて、タップしたっていう、まあ、すごい面白かったですね。まだその、UAC というか、バーリトゥードというか、何なのかよく分からない、分からない状況の中で、にですもんね。で、あれでよって、なんかやっぱグレイシーって侮れないなっていう、はい、なんか半分プロレスじゃないけど、はい、半分グレイシーの、半分プロレスだと思ってる人もいたし、半分グレイシーもそのルールの中でのなんかこの大会で勝利だったみたいな感じで、第1回の時はまだな、 UAC 自体がアルティメット大会自体がこう何か分かんない時期だったんで、それでは面白、そういう意味では市原君が負けるんだっていう、はい、それはすごい面白かったですね。ですね、うん、うん、なるほど、そうか。谷川さんは初めて金網見た時はどう思ったんですか。いやいや、すごい、なんか本当映画のセットみたいで、すごいあれでしたね、幻想的でしたね。でしたね、うん、うん、第2回は電波電波ちゃったのかな、はうん、うん、電波に行ってきたっていう。なるほど。遅れた世界でさ、なるほど、風習というか風土というのは、うん、逆にコレジによってさらけ出したなと、あぶり出したなと、なるほど、言うのはコレジ大達者でしょ。それはすごい。ということはコレジ以外の人間は全部、俺はっきり言う、日本的田舎もんだよ。全部田舎もん、都会人じゃないもんな。
見てる人間もマスコミも全員大衆も全部あの堀口からすると田舎者だでもはい、ショー大谷のネットチューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。ネット塾、格闘芸術を33倍楽しむ方法。いやこれねオンラインでやるので要はネットだからネットっていう風にしたんですけど共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。